僕ね、あの見つけちゃいましたよ。えー、ヒューマ・ニッキーさんと山海さんがねあの、仲良くなる方法をね。うん、TT さん、えー、ちゃんと理解してから動画上げてほしい。そうですね。あのえー、勉強します。はい、うんそう。たったね、一つの方法はもうこれしかないです。うんえー、TODT1969 さん、おはようございます。 君さんさネリアさんがそんなヒューマくんのカンパニーに突するわけがないですよ。ネリアさんは立派なアーティストです。そんな卑劣なことは絶対しません。ヒューマくんのあまり良くない態度についてバレエ界で活躍するにも影響出てくるよと忠告していただけたんだと思います。うん、まあちょっとてっきりね、うん、ネリアさん、ね、あの、なんか、ね、あったんですけど、ちょっと僕はそれならあの安心ですね。うん。 まあこのバレエ界は狭いってねあの言ってたからちょっとあのなんか怖いなと思ったんですがそういうことはないみたいです。サンデー毎日さん、おはようございます。ヒューマくん、かわいそう。早くきちんと謝罪すればいいのに大丈夫ですよ。僕、見つけたんであの山楓さんとヒューマニックさんがねえと仲良くうまくいく一番の方法を視聴者の皆さんもえうんその方がヒューマくん自身もスッキリするはず。 自業自得もあっただろうが、もし彼が自分の大切な誰かだったらと想像したら、やはり立ち直るきっかけが与えられてほしいと願うだろう。えもちろん、Y さんえしたことは Y さんときちんと話し合って謝罪するべきである。しかしえ、今から心から謝罪したならば、それを受け入れるのも器の広い証拠となる。皆、えー、気づかないうちに誰かを傷つけているはず。立ち直るチャンスは平等に与えられるべき。初めから完璧な人はいないんだから。うん。 えー、これはお互いのためにね、早く謝った方がいいっていうのはありますね。うん、でもね、それもそうなんですけど、もう一つね、もっといい方法あるんですよ、うん。それを紹介するんですよ、今から。うん、まあ、多分謝った後うん、謝った後も、多分モもやもやしてね、山川さんたちは延長商法だって、多分思い続けると思うんで、まあ、そこを逆に使うんですよ。だからちょっと待ってくださいね。うん、えゆんまま様、えー、おはようございます。えー、小原さんの意見、よく分かりますね。 え昔は女の子の習い事といえば、バレエ、ピアノ、お絵描きでしたもんね。今では全く聞かないですが、もう今、男女ってないですよね。男だからこうとか、女の子だからこうだからってないですよ。男の子でもね、おままごととかね、やりたいっていう人いますよね。僕、ちっちゃい時そんな感じでしたよ。うん。なんか、女の子がなんか遊んでるもんとか、結構なんか、悪くないなってね、思ってましたけど、まあそんなのはどうでもいいんですよ。ちょっと待ってください、ね。消えちゃったよ、僕の顔。はい。えー、うん。 こっちに移って。私もバレエ教室行ったせいか、今でも、えー、割と好きです。公演も昔はチケット代が高くて、えー、高くてもよく行っていましたが、今は行かないです、えー。コロナのせいもあるけど、情報に触れる機会が減ったのも一因かも。えー、情報が薄れたというか、先細りってすごくわかります、えー。だから山海さんの活動は新鮮だったし、またバレエの興味が少し復活して、YouTube で見るようになったんですけど、ね、なったんですけれどもね。 ちなみに裸動画は見てないです。特に興味ないので。山川さんのね、体で、ちょっと男の僕でもね、あのちょっとドキッとするものがありますよ。うん、でも、分かる人だけで良いとか言われちゃうと、山川さんのことを抜きにしても、ああ、そう、じゃあ、やめとくわってなりました。これからオリンピックも始まるし、忙しいので、自分の貴重な時間は楽しめるものに使わなきゃ。さあ、気合い入れてフィギュアの応援頑張ると。そうそうそう。うん そう、だからね、どっちもいいんですよね。山海さんもヒューマさんもね。そこをちょっとね、あの、行きますよ。そこをね、お話しするんで。うん。ちょっと待ってくださいね。そう、いつまで引っ張るんだっていう感じなんですけど、えー、サスケさん、こんにちは。おはようございます。私は昔フィギュアスケートをしていたので、あーなるほど。えー、このチャンネルを見つけることができて嬉しく思います。ありがとうございます。えー、フィギュア界は、流行りを、 んあ違うね、流行を取り入れることもできるし、えー、クラシックもできるので活発的でいいですよねあのー、本当に自由ですね、うん、フィギュアスケートはなんかでもその時その時のスタイルっていうのは結構あるかと思うんですよ今はもうエテリスタイルっていうのがね結構エテリ先生がやっているところのスタイルっていうのが結構なんか主流になってきてるかなっていうかそれこそ 昔、えっと、ちょっと前にね、えー、視聴者の方がね、あの舞台女優的な演技をするのがまあちょっといいんじゃないかって話ありましたけど、そんな感じですよ。うん、いろんな曲を使えるんでね、フィギュアスケートは。だから皆さんぜひフィギュアスケートやりましょう、うん。大人からフィギュアスケートやると現役,現役生活は長くなりますよ、うんえー。サンディー・マイニスさん、今ベルギーではどこが有名ですか もちろんブリュッセルいいですよね、うん。でもまあブリュージュ、観光地はまあブリュージュですね。うん、あとはディナンっていうところ書いたか、ディナンとかね、うん、ドゥルブルとかいいですね。うん、あとはどこかな、まあ、アントワープはね人いっぱいいますよ。もう全然だからなんかもうアントワープはみんないいっていうかもしれませんけど、アントワープは人が本当にいっぱいいて、多種多様な,なんだろう。あのまあ 国籍の人がいたりとかして、えー、なんか芸術の街なんだけれども、でもちょっと治安悪いですね。うん。治安悪いですよ。アントワープは多分一番治安悪いんじゃないかな、ベルギーの中でも。まあベルギーのブリュッセルの、まあ、なんだ、地区でね、まあちょっと悪いところも結構あるんですけど、アントワープはね、ちょっとね、えー、っとね、まあその、エクストラムドアっていうね、まあ、エクストレームドアっていうね、まあ要は右翼、右翼みたいなのがいるんですよ。なか外国人嫌い,いみたいなね。 まあベルギーの,だろうあのもう白人市場主,主義みたいなね、そういうとこあるので、アントワープは意外と危険です。特に難民とか、難民差別とかないんですけど、でも、ぶっちゃけそういう、なんか、なんだ、ひったくりとかね、やっぱ多いっていうか、ああアジア人だからって差別を受ける可能性あるので、アントワープはちょっとね、そういった意味で注意ですね。あ,あとはちょっと、 わかんないですけども、えー、一時期ピエール・マルコーリーニが流行りました。えー、ゴディバは定番で有名ですねあ。チョコレートはまあそういう感じですね。レオニダスとかね、うんえと、ゴディバは高いですよね。<laughs> えー、いつから、僕はね、あのチョコレートあんま好きじゃなくて、ベルギーチョコはね。あの日本のダースチョコ美味しいですよ。全然美味しい。うん、もうチョコレートに砂糖がいっぱいあるので、あんまり、あのこっちね、ココアにもあの砂糖を入れるんですよ。ありえないですね。うん えー、いつからデドゲーに住んでいるんですかえー、っとね、2010、うーん、ソチオリンピック終わったあたりだから2014、年からですから、多分6、7年っていう感じです。はいえー、そちらはスズ,ンスズラン、送りませんかこれ5月だっけ、確か。なんか伝統的に5月だった気がしますね。なんか確か、送るかな送る送りますでもやったことないですね。うん。なんかそんなのあった気がします。うん。 なんとかパックだったのかなあと卵を隠す行事みたいなのやるんですけどちょっとすいませんそこら辺はあんま詳しくないんでうんえサンディー毎日さんヒューマくんのことを考えると本当の気の毒になって暗くなってしまう大丈夫ですよ今から言うので解決策言いますよ自業自得だけれども彼は本当に幼いし、えー 人格的に問題はあるのかもしれませんが、それは理由にならないだろうが、精神的に病んでしまいそうで、えー、本当に心配だ。心の底が本当に繊細で弱いのは、ヒューマ君だと思う。うーん、まあでも山下さんもやっぱり弱いっていうか、弱,弱いっていう言い方おかしいですけど、繊細ですね、うん。ダンサーはみんな繊細ですよ。絶対繊細じゃなきゃ無理だと思います。あの絶対無理だと思います。繊細じゃなきゃ。うん。えー、だから、羽生君とかもそれ強いですけど、絶対繊細ですね。 うんえー、その繊細さがあるからこう悪口とかね言われた時にへこむしだけど、えー、逆に、えー、こう自分のこうなんだろう感情とかを表に出せるっていうか作品を作りやすいっていうかねスペシャルな部分は絶対あるんですよ、うん、だから変わってると思う。思う うん、だから変わってていいんですよ。変わってないと芸術性がやっぱ出ないっていうかね、みんなからわーってないですよね。だから普通っていういわゆるここ、皆さんが思っている普通とは絶対違うと思うんですよ。だからそれでいいんですよ。それが逆にいい,い,いと思う。うん、まあえ、このままで本当にいいのかな私はズブトイレから叩かれたら簡単に謝っちゃう。なるほど。うん まあ僕は半々かな、まあ、最初は謝るんですけど、まあ、今回も結構あ,のあったんですけどね、うん、もうでもそれ謝ったか何回もね謝りすぎちゃうのはよくないんですよ、うん、最初あの言われた時に一回謝,謝ればその後はもうあんまりし、うん、つこいとはやっぱりよくないですよね、うん、しつこいのはよくないです、うん、そうえっ、ー、とね司かさ,さん、えー、違うや、えー、つか司か司司司司司さん、えー、おはようございます えー、バレエ界の嫌なところが表に出てしまったようですね。これ、格上、格下問題。これ、本当なんですかね他のバレエダンサーの話とかも聞きたいですよね。あんまり僕の今回の動画のコメント欄で、格上、格下。いや、そんなの嘘だよっていうね。そんなの、株君ね、嘘だから信じないでくださいっていうコメントなかったんで、まあ、だからまあ、本当なのかもしれないですね。格上、格下っていうのがあるのがね、バレエ界に。えー、バレエ界に自傷作用がなければ、 YouTube の視聴者さんが山海さんを支えるしかないですね。ああ、もう本当だと思います。視聴者の方がやっぱいないと you、YouTube、え、も、ー、バレエも多分できないと思うので、えー、皆さんのお力添えが絶対必要ですよね。うん、絶対必要です。だから皆さん、えー、今から僕はあの、うん、頑張ります。 はい、で、あのー、えっ、ー、とね、じゃあ今から言いますね。な何が必要なのかというと、えっ、ー、とね、シュロキューさん、えー、バレエダンサーとして、えー、Y よりあ、H よりも Y の方がうまいはないですね。 えキャリアとしては、Y さんはコンクール入賞歴はないが、アメリカでソリストとして踊って主役も踊っている。H さんはデパルクバレデ、デパルクバレエスクールからコンクール入賞。チューリヒダンスアカデミー、ザクレブ国立ですね。ただ、コンクール入賞者だけから毎年誕生されていますし、中には海外コンクールでの入賞者もいます。 えー、H さんは過去動画を見ても、えー、ソリストではないし入団1、年目だし、えー、バレエ団の格はあるでしょうがアメリカのソリスト、えー、ザ,レザクレブよりも、えー、ソリストの方が、えー えっと、下手でいいのかなうん。ザクレブの方がうまいの、エーコールドはさすがにないと思いますけどね。ということですね。すみません。僕ね、ちょっとここら辺、専門家じゃな,ないんで、まあ、山海さんも日馬マ君もどっちもうまいのかなって思うんですけど、えー、まあ、専門の方から見ると、まあ、そういう感じなのかなと思うんですよ。うん。はい。ではね、えっ、ー、と、今から日馬、えー、マ君と山海さんが一番いい。 あの仲,良くまた仲直り、またというか仲直りに最大にえっと仲直りというかあのになる方法を皆さんに発表します。いきますね。ひ、は、ゅ、いえーまくんと、えー、山梨さんが、ね、仲,仲良くなる方法、この問題がきれいに解決する方法、そして視聴者の方も納得していく方法はですね、コラボをすることですね。うん いやコラボしたら絶対良くなりますよ、うん、あの二人はもうあの、まあ、とりあえずヒューマー君は謝ってコラボをする、うんまあ、アメリカにヒューマー君んが行って、まあ、山階さんも受け入れてあげる、うんまあ、お互いの意見はいろいろあって、まあ、謝罪とか言ってごめんなさいとかっていう謝罪文とかそういうねあの堅苦しいことはよくてもうコラボするっていうことですねうん まあ、視聴者の方は、まあ、結局あの、それでヒューマーはなんかお金儲けできるんじゃねえかっていうあると思うんですけど、でもヒューマくんの、えー、勇気は買うべきです。あの勇気は。うん、で、今後、えー、もうお互いこう折れて、うんえーと、プライドを折,折ってしまって、もう二人こう,うまくいくためには、あのやっぱ二人ともつらいっていうか、なんか 山川さんとしては、まあ、い,わいわゆるそ,のそういったね、えちえチな動画のせいで、ちょっとまあショック受けてるっていうか、あんな動画出さなくてよかったのかなとかっていう、そのなんか悩みとかってあると思うんですよ。一方、ヒューマさんも、まあ、あんな感じで、まあ、みんなが叩かれてるわけですね。で、だから2人ともその、ムヤムヤしてるんですよ。うん。じゃあこの状況を打開するためには、もうコラボですね。うん。もうコラボしかないですよ。もうそれ以外ないですね。うん。 もうこれをしたら、もう最強ですね。逆に最強、もっとね、良くなると思います。ええー、かなりね、も,うもっともっと盛り上がっていくと思うんで、逆にこう、広め、もう、どうでも、もうなんだろう、もう、えー、なんかバレエ広める広めないとかっていうこともそうなんですけど、もこれはもうね、もうコラボですよ。うん。だから、まあ、そしたら、視聴者の皆さんも、まあ、平和に終わるし、平和、平和に終わるし、えー、楽しいし、うん。ええー、すごくいいと思うんで、 まあ、とりあえず、ヒューマさんが、まあ、謝って、えー、ちょっと山川さんが、ね、コラボを持ちかけたりして、ちょっとコラボしませんかって言って、うん、でヒューマくんもそこはちょっと受け入れて、コラボをしたら、まあ、めちゃくちゃ、ね、いいんじゃないかなって思いますね。はい、もうこれができたらもう本当、完璧ですよ、うん。もうコラボしちゃったらもう強いですね。うん もうこれに勝て,ない勝てないと思いますみんながさすがにこの2人はコラボしたらもうそこにねあ変なコメント書くのは無理ですね、うん、だから、えー、僕はあの2人がねコラボして平和的にねそして平和的にはもっとよりよく、ね、なると思うんでもうこれはもう絶対いいと思います、はいうん、じゃあぜひ山海さんとヒューマさん、えー、コラボしてくださいね、はい